マンスリートレンドレポート、キャスターの山田由紀美です。コメンテーターの直井敦史です。今回は感染対策としまして、前編では SBI 証券チーフストラテジストの北野はじめさんに、後編では東洋経済会社指揮法編集長の山本直樹さんに別々でお話をお伺いします。北野さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。前編の北野さんのテーマ、日米相対株価と政権交代、後編の山本さんの会社指揮法2021年秋号から読み解く企業業績の動向については、 CM S 耳コーナーを挟んで詳しくお伺いします。この番組は SBI 証券の提供でお送りします。SBI 証券から耳寄りな情報をお届けする、せーの、 S 耳コーナー。さあ、稲葉さん、今回のテーマは投資についてですよね。今回は投資と預金の違いについて説明します。加藤さん、前回はお金を貯めるのはなかなか難しいことを学びましたよね。はい、低金利なので銀行に預けているだけではダメですよね。お金に働いてもらう投資を今から始めたいところですね。そうですね、投資の考え方を少し入れるだけで変わってきます。例えばですが、積み立て投資の方法で毎月2万、想定利回り 3%、 積み立て期間35年で運営したとすると約1500万円になります。投資で運用しない場合ですと840万円ですので、約660万の差が出ます。すごい、こんなに違うんですね。ただこれは想定利回りで運用できたらという仮定の話ですよね。元本が大きく下がってしまうリスクもあるんですよね。そうです、投資は元本保証ではないので確実にこれだけ増えますということはありません。それが怖いところなんですよね。銀行預金と投資の違いは大きく2つあります。元本が保証されるかされないか、利息が決まっているか変動かです。銀行預金は元本が1000万円まで保証されます。投資は元本の保証はなく、毎日の値動きなどで日々変動します。利息についても預金についてはあらかじめ決められた利率に基づく利息を受け取れます。投資は運用成果に応じて分配金や配当金が変動し、全く出ないこともあります。なるほど、リスクとリターンというものですよね。そうですね、預金のように元本が保証されていて決められた利息がもらえるものはリスクがない代わりにリターンが決まっています。反対に投資は元本が保証されない分リターンが大きくなる可能性があります。預金だけだとお金はなかなか増えないですし、投資は元本が減る可能性もあるので難しいですよね。投資に関する悩みが解消できるように少しずつ一緒にやっていきましょう。ぜひお願いします。 SBI 証券から耳寄りな情報をお届けする S 耳コーナーでした。改めまして、マンスリートレンドレポート、まずは SBI 証券の北野さんに日米相対株価と政権交代についてお話しいただきます。北野さん、お願いいたします。はい、日米相対株価と政権交代ということなんですけど、はい、日米相対株価っていうのは日本株をアメリカ株で割り算した値なんですね。うん、それは何を意味するかっていうと、アメリカ株の影響を除いたコア日本株っていう感じですね。よく CPI とかで食品物エネルギー食品を除くコア CPI、あれと似たような概念で、コア日本株の動きはどうかっていうのを見たのが、今画面で見ていただいているチャートなんですよ。うん、これ1950年から撮ってるんですけども、このコア日本株が節目を切ると結構政権交代なんですよ。うん、例えばこの赤い線、これ1950年と65年、はい、証券恐慌の時の安値を結んだ線なんですけど、戦後上昇トレンド、これ切ったところで55年体制が終わって細川政権ができたんですね。はい、で政権交代してもバブル崩壊の勢いは止まらずにですね、2002年にようやくバブル崩壊後の安値を一旦つけるんですね。でそれで下げ止まったんだけど、それをもう一回切ってきました。これ2009年の11月、これはリーマンショックの後ですけど、そうすると政権交代、民主党政権ができると。で戦後最安値をそれでも止まらずにですね、戦後最安値は割ってきたんですね。これ2012年9月、この時に今度は安倍政権
やっぱり民主党じゃなくて自民党かなみたいなんで戻ったんですね。そういう意味では節目を切るたびに政権交代が起こってきてる。で今どうなってるかっていうと、この安倍政権誕生直前の安値をまた下に切ってきてるということで、コア日本株はね、何か変えなくちゃいけないんじゃないですかっていう、そういうメッセージを送っている感じなんですね今。これ日本株だけ見てるとちょっとこう分かりにくいっていうか、コア日本株で見てるからこそ、アメリカと相対的に見て随分こう閉塞感っていうんですかね、そうですね、まずいなっていう感じがあるんですかね、日本の真の姿みたいなのをこのコア日本株の方が表してるっていう感じですね、はい、でじゃあ何をどう変えようっていうことなのかっていうことなんですけど、今回の総選挙あるいは自民党総裁選挙の構図っていうのは、私が主観的に考えるとこういう構図かなと思ってるんです。横軸が保守なのか改革なのか、縦軸は、はい、まあ、国民ファーストなのか国家ファーストなのか、まあ、分かりやすく言うと国家は国民のためにあるんだっていうのが上ですね、はい、で国民は国家のために存在するんだというと下、まあ、ちょっとこれ極端に言ってますよ、分かりやすく極端に言ってる。そうですね、はいはいはい、でそうするとですね、こう保守っていうところに河野さんと枝野さんっていう並べて僕は置いてるんですよ。これかなり近い感覚ってことですね、はい、そうするとね、これ多分違和感を覚えられる方はすごく多いと思うんですよ、うん、河野さんとか枝野さん保守じゃないでしょうっていうふうに思ってる人多いと思うんですよね。ただ僕はやっぱりこういうことを考えるときに必ずその人の書いた本を読んでみようと思うんですよ、はい、なので河野太郎さんは9月に日本を前に進めるっていう本を書かれてます、うん、で枝野さんは5月にね、枝野ビジョンっていう本を書かれてます、うん、僕同時に読んでみたんですよ。そうするとね、なんか同じこと書いてるんですよちょっと読んでみてもいいですか、はい、河野さんはこう書いてるんですよ。自民党は長年保守政党を自認してきました。しかし日本の保守主義とは何なのか、その定義が曖昧なまま保守主義者を辞任する人々がそれぞれの定義で物事を議論し混乱させてきました。本来保守主義とは度量の広い中庸なそして温かいものであったと私は思います、うん、そういう保守に戻らなくちゃいけないっていうのが河野さんなんですね、はい、で枝野さんどう書いてるかというと、自民党は本当に保守と呼べるのか、保守の本質をしっかりと認識し分析した上で現在の自民党の歪んだ保守を脱却し真の保守の姿を取り戻すべきではないのか、うん、3年半前に立憲民主党を作った時にね、うん、枝野さんは自分は保守でありリベラルであると訴えてきたと。立憲民主党こそ保守本流の政党だと、うん、こういう感じなんですよ。なので保守っていう言葉をものすごく2人ともこだわりを持って見てて、で一方で高市さんっていうのは、和製サッチャーという形でね、うん、売ってるということもあって、そういう意味では経済政策もニューアベノミクスということですから、うん、はい、まあ左隅、そういう意味では、今回の自民党総裁選および総選挙っていうのは、うん、なんか変えなくちゃいけないなと株価がこううごめいてる中でね、右上に行くのか左上に下に行くのか、言ってみれば準決勝が自民党総裁選挙、はい、決勝戦が総選挙、こういう戦いの構図になってるんではないかなとは思うんですね。なるほど、うん、で私はね、そういう中で河野さんの本の中でね、すごくこう印象深い箇所があったんですよ、はい、それもちょっと読んでみますね。河野さんの本から、河野さんはねこんなこと書いてたんですよ。株主重視の経営が求められるようになったことが、賃金の在り方に変化をもたらしたと。メインバンクとして企業を支えてきた都銀や地銀の株式保有割合が低下し、機関投資家や外国人株主の割合が高まってきています。企業統治の在り方、経済のグローバル化、競争の国際化が経営者を賃上げに対して慎重にさせています。労働分配率を引き上げた企業には法人税の優遇税率の適用を認めるべきです、うん、要はね、賃金が上がらないのは株主保有構造が変わったからだ、言ってみれば ROE 市場主義だ、株主中心主義のせいだって言ってるんですよ、うん、で河野さんの本でもう一つ特徴的なのは、
金融政策一行も出てこないんですよ。一行もです。一行も出てこないです。まあ、僕が見落としてるかもしれませんけど。まあ少なくとも強調はされてないってことですね。強調されてない。とするとね、高市さんは金融緩和を続けることによって物価 2% を実現するって政策を出してるんです。で、河野さんとか枝野さんたちはそういう金融政策ではないんですよ。物価が下がってるのは別の理由があるんじゃないですかっていうことなんですね。まあ、いわばそれはあの株主構造であったり分配の考え方、はい、考え方ですね。だそういう意味で言うと今回の我々の選択っていうのは、まあ今もうデフレに苦しんでいる、まあそうなんでしょうね。だとするとそれはどういうやり方で抜け出すべきなのか、日銀の長期金融緩和っていうことを続けるのか、それとも株主交流構造とかね、そういうところも視野に収めて企業統治から考え直さなくちゃいけないんですかと、これが今問われているところなんだろうと思いますね。なので今回の総選挙っていうのは一人どの政党を選ぶかっていうだけじゃなくてね、企業の目的はどうあるべきなのか、そういうことにもつながる選択になってきてるんですよね、これは。っていう結構それはさすがにね、コア日本株が戦後最低になってるだけあってなかなか大きなことを我々は問われてる。でちなみに菅さんがね、退陣されてから株価急騰しました。これはね政治とかあんま関係ないと僕は思ってるんですよ。そうですか、はい、これはまあ日本のね感染者数が減り始めたりとか、多分これだったんです。菅さんが辞められる時におっしゃったのはね、総裁選とコロナ対策を両立させるのは難しいとおっしゃったんです、ならばねコロナ対策とオリンピックの両立も難しかっただろうと思うんですよ。でその両立の難しさをね、多分日本株は売られてたんですよ、ディスカウントとして、なのでオリンピックが終わりました、パラリンピックが終わりました、菅さんが辞めました、それで感染者数も減り始めました、ほんでショートカバー、こういう感じ。あるいは日本のみならずね、デルタ株でやられてたのは東アジアです、東アジアの感染者数が減ってきた、だから東アジア的に買われてるところもある、だとすると戻りなんですけどね、今回その総裁選で第6波に備えた改革準備がねちょっと難しくなっているとすると、やっぱり戻りにも限界がある。要はオリンピックディスカウントの代わりが自民党総裁選ディスカウントになっている可能性もある、そういう構造じゃないかなと思うんですね。この後は CM、 ここで差がつく四季報丸ごと活用術のコーナーを挟んで、東洋経済の山本さんに会社四季報2021年秋号から読み解く企業業績の動向についてお伺いします。